ゾゾゾ。ゾゾゾのお時間がやってまいりました。こんにちは。えらいのどかだな。あ、ごめんなさい、なんですか。えらいのどかだね。ということでですね、我々和歌山県に来ているんですけれども、なんか番組宛てに視聴者の方から廃棄スポット、ミステリースポット、そうですね、のなんか情報があったみたいで、応援スタッフの三和田くんがこれは無視できないと。ゾゾゾの皆さん、こんにちは。こんにちは。心霊スポットではないんですが、我が地元和歌山県に誰も使っていない橋があるんです。地元の人間もその橋の詳細をあまり分かっておらず、ちょっとしたミステリースポットな感じがしなくもないです。もしよければぜひ調べてみてください。これはなんか外せない。これはほっとけないですね。ミステリースポットなんで、もしかしたら心霊スポット、あ、心霊スポットじゃないんだっけ、ミステリースポット。え、どこなんだ。あの、全然聞いてなかった。その橋が実はなんかここのすぐ近くということで、一回早速見てみますか。場所がそこら辺ってことなんでしょう。そうですね、そこら辺だとは聞いてます。あ、橋の名前書いてありますよ。伊達川。伊達川。使われてないってことはまあなさそうだよね。車めちゃくちゃ通ってるし、まあ、人は歩いてないけどね。これはところがどっこいっていうところ。そうですね、だって誰も地元の人が使ってないっていう話なんで、橋はあるはずなんで。橋あんのに橋あるの。あれあれあれ、え、あれかな。お、本当だ、すごい橋だ。ありましたよ。ボロボロだぜ。うわー、なんだこれ。これが地元の方もあんまり詳細がわからないで、誰も使ってないって。いや、それは使ってないよな、これ。ちょっとオーパーツっぽさもあるというか、逆オーパーツ的な感じじゃないですかね。オーパーツっていうのはその時代になかった技術で作られたものなんで、だからこれが現存してるってことは逆オーパーツじゃないですか。あ、もうなくなっちゃいそうなもんなのに、はい、現存するはずがない。はい、やっぱり逆オーパーツだと。逆オーパーツなのかなとは。何言ってんだよさっき。俺発見されてないっていう可能性ない。いや、まあこの雰囲気はその可能性もありますよね。ちょっと一周回って発見されてないんじゃないかっていう今仮説が立ってます。あ、ここ、はい、俺らが発見しちゃったってこと。そうです、はい、来月あたりムーの取材入る可能性あるよ。僕ムーめちゃくちゃ好きなんで。じゃあなんか ムーさんになんかメッセージがあれば。あの、子供の時から本当ムーを見ていっぱいワクワクさせてもらってます。一番好きなネタはロズウェル事件です。これだから発見されてないんじゃないかっていう。ちょっと近くまでじゃ行ってみましょうか。いや、ちょっと草がすごいぞ。だから、あの、誰も使ってないんだっけ、その地元の方も。誰も使ってないです。詳細もわからない、まあ、使ってはないよ、絶対。うわあ、でも近づくと結構大きい。近づくと大きいよ、結構。今なんか変なのに光って。ミワッチ、これは推測するとどれぐらいの時代の建造物になりそうなの。いや、パッと見は200年前じゃないですか。200年前って何時代だ。江戸ですか。ああ、ちょっと待って、なんか危ない。なんすか、なんすか、なんすか。びっくりした。何？人じゃない。え、何これ。うわ、なんだこれ。え、なんか人工物だな、金網みたいな。え、ちょっと待って、これオーパーツじゃないの、もしかして。オーパーツ、なんだこれ。いや、これ2個目っすね。カゴ、カゴみたいな。ほら、あ、本当だ、網だね。ミワッチ、この網は推定するといつ時代のもの。縄文ですよね。縄文時代だと思って、その模様的に縄文時代のその手芸品というか、やっぱその網目じゃないですか。縄文は縄っすね。ちょっと宮田君先、はい、行きましょう。じゃあ上からの潜入を試みると。じゃあ、我々あっちの普通の橋のところからナビゲートするので。草がすごすぎて地面が分かんないよ。多分でもここですよ。いや、なんかどこから橋がスタートしてて、どこからが空洞なのかが分からん。多分ここからもう橋が始まるんで。すごくない。まさかあの先に新しいオーパーツが。オーパーツってそんな多いの。いや、多くはないかな。え、これ乗ってる俺。でも位置的には多分ギリギリ。あ、これあれだ。行けますか。あ、ほら、橋の手すりが見えた。あ、じゃあ大丈夫ですね。とりあえず橋の上ですね。これ橋の上だ。橋入りました。うわー、ちょっと待って、むちゃくちゃでかいうんこがある。え、うんこ。うわー、え、これちょっと待って。え、これ動物。え。え、いや、人っぽくない。人っぽさもあります。人っぽいっすか。
しかもちょうど降りるとこにあんのよ。ジャンプしていくしかない。そうじゃん、これマジでジャンプしなきゃいけないけど怖いな。ジャンプすんの、ジャンプしないと踏んじゃう。怖い、大丈夫ですか落合さん。踏んでないですか。踏んでないと思う。人間のうち、ちょっとトウキビ入ってました。え、ここま奥行くの。てかもううんちうんちあるんだったらもう戻れなくないですか。行けそうっすか。行けます。いや前向きだな。多分そこはまたいで行って、この隙間ですね通るとしたら。行ってこれでもなんで壊さないんだろうね。おそらくあの橋がもともとあって、こっちの新しい橋ができたんでしょ。そうだと思う。で これもうガードレールで塞いじゃって、うんうん、でこうで向こうの道になってないでしょ。なってない。じゃあ取り壊しちゃえばいいのに。なんか何なんだろうね。お金かかるからじゃないかな。うわ狭。また運行ある可能性あるんで、ちょっと本当やめて。下ちゃんと見た方がいいっす。ちょっと本当やめてそれは。あーちょっと待って、なんかでっかい飛んでる虫いる。飛んでるでっかい。あーきついきついきつい。いやすごすごいっす、ここすごいっすよ。痛い痛い痛い。行けましたか。行けた行けた。ちょ僕行きました。行けた行けた。気をつけて。あ、行けました行けました。どうしたんすか、何やってんすか。GoPro が下に行きました。じゃあ分かりました、あのうちらが回収しに行くんで。あ、私よいしょ。え、この辺から落としたんで、この真下らへん。え、マジで分かんねえ、どこら辺だ。あった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 。はい、いきますよ。はい、はい、いきますよ。おりゃあちょっと、おりゃあちょっとちょっと、おりゃあ、ほら、思いっきりあの石にぶつかりました。渡っちゃいましょう。逃げますか落合さん、大丈夫ですか。あー、いいじゃん、いいじゃん。落合さん、いかがでしたか。逃げてということでお送りしました。新たなオーパーツは和歌山県にあったということで、落合さんには本日も元気よくロゴポイント一応つけていただければと思うんですけれども、こんな読み上げって内田さんですか。僕ですか。ゾポイント、いやそれは俺。あ、分かりました。それはね、あのね、それは大事にしてることだからね。そう、これは自分でないんで。和歌山県の発信しますゾゾゾポイントは1ゾですか。手応えがないんですよ。手応えはね、正直ないね。やっぱり一番今日嫌だったのはうんこね。あのマジ今日最悪な一日。本当に。ちょっと待って。ちょっと。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。つぼっちゃった。ちょっと笑いすぎましたね。笑いすぎた。あ。でも、うんこあると思わなかった、そんな。いや、本当にあれはちょっとしんどいよ。でかかったっすね、うん、ちょっと待ってください。うんこ落ちは最悪っすよ。ボロボロ塗って、これこの新しい橋がこうできたから使わなくなったって感じなんです。それはこれじゃなかったですか。これか。あ、これです、これです。あ、これ保存でな、保存ぐらいな。昔使われてたってことです。そうそうそう、昔、まあ細かったからな、道が。ほんで広くしたんで、その橋が。ほんで今これは、子供らが通る。ゾゾゾの皆さんにぜひ行ってほしい場所があります。そこは和歌山の山奥にあるハイホテルで、現在では心霊スポットとして地元ではいろんな噂がささやかれています。この噂の真相についてちょっと我々手分けして探索していきたいなというところなんですが、女性の霊が出るっていう、どこで亡くなったか、どこで目撃情報が多いかですよね。え、これ違うよね。あれ、これ違うよね。え、アルバムだ。え、ちょっとめっちゃ鳥肌立つなこれ。気持ち悪いですよ。だから何を見てたのっていう。ベニヤでしょって。いやだからこれ塞いでたんだよ。茂って道が消えてる可能性だってありますよね。あ、あるある。いろんな情報が多すぎて、どの筋書きなのか。誰かいます。おお、めっちゃ怖。ちょっと怖いってマジで。有名な肝試しスポットとなった今、ホテルは廃墟となり、今となっては確かめようがありません。なんか普通のホテルだったのって疑問が浮かびますよね。you